題はコイルに蓄えられるエネルギーを求める問題です。このようにないコイルを巻いた場合、このところに 0.2 アンペアの電流を流したとき、このコイルの中に蓄えられる電磁エネルギーを求めてみたいと思います。はい、まず、問題を解くにあたって必要な公式があります。ここから見たインダクタンスですけども、これはですね、ここに書いたように L イコール L1、はい、L1 プラス L の2プラスマイナス 2M、 M ここがありますけど、こういう関係があります。ここで、M っていう値ですけども、これはですね、プラスマイナスがありますけど、まずここに電流をこういうふうに流しますと、こうなりますね。ここの場合はこのようになります。はい、コイル1による磁束、はい、コイル1による磁束はこれ右ネジの法則でこういうふうになりますから、磁束は親指の方向になります。すなわちここで、はい、コイル1による磁束がこのようにできる。これをファイ1としておきましょう。いいですね。はい、次にコイル2によってできる磁束、やはり同じ方向に動きます。ファイの2としておきましょう。はい、このようになってくるわけです。そしてファイ1とファイ2が加え合わされる方向になっています。その場合はこちらのプラスの方を使います。したがってこの問題の場合はプラスの方を使うことになります。もしですね、例えばの例ですけども、ここで、はい、同じくコイルがこうあります。こういうふうにコイルがあったとき、もしこういうふうにつないだらどうだろうか。いいですね。そして電流 I をこう流したとき、こういうふうに流したとき、はい、ここのコイルにはこういうふうに流れてきます。こう流れてきて、こう流れてきます。いいですね。こういうふうに電流は流れてきます。そうすると、はい、コイル1による磁束、これはこういうふうにできます。ファイ1、はい、コイル2による磁束はどちら向きにできるかって言いますと、こうですから、いいですね、こういうふうになってます。こういうふうに。したがって、磁束はこちら向きにできる。はい、これを見てください。ファイ1とファイ2は、これ、打ち消す方向になってます。こういうふうな場合は、このマイナスを使います。すなわち、L はイコール、L1 プラス L2。マイナス 2M を使います。いいですね。したがって今回はこちらですから、 L はイコール L1 プラス L2 プラス 2M、 これを使うことになります。いいですね。はい、そしてこれが求まると、この式に入れてエネルギーを求めることになります。この2つの公式は重要ですから、必ず覚えておいていただきたいと思います。コイルっていうことで、一般的にこれを L って知っておきましょう。 WL として覚えておきましょうね。 WL イコール2分の 1LI 事乗
それではこれの場合について解いてみたいと思います。はい、AB 間のインダクタンス L はイコール、はい、L1 これは1、あ、これ書いておきましたね、プラス L2、ま、プラス 2M、 いいですね。そうするとこれは、はい、L1 は1です、プラス、はい、L2 は4、プラス、はい、2×1.5 です。いいですね。したがって、これは、はい、5、それからここは3ですから、8ヘンリーとなります。はい。次に、このコイルに蓄えられるエネルギー。W はイコール WL としましょうね。はい、ここの公式より2分の1 LI 事情、はい、イコール、はい、2分の1 L は8です、はい、かける0.2A ですね。電流 I は 0.2A。はい、イコール。2分の1かける8で4。かけるコンマ2の事情。割ってやると、0.16。ジュールとなります。このようにして求めることができます。ここで大切なところは、このようにコイルが2つあって相互インダクタンスがある場合、合成のインダクタンスは L1 プラス L2 プラスマイナス 2M で与えられるんですよということ、このことは必ず覚えておいてください。そしてこのように磁束が加え合わされる場合はここがプラス、いいですね、プラス、ここみたいに打ち消される場合、この場合はマイナスを使います。それからコイルに蓄えられるエネルギーの公式 WL イコール2分の1 LI 事情、これも大切な公式です。必ず覚えておいていただきたいと思います。